選手が入場いたします。役員の皆様はご起立願います。会場の皆様は大きな拍手でお迎えください。これより表彰に移ります。はじめに男女優勝校の表彰を行います。男子優勝、福岡県福岡第一高等学校。女子優勝、愛知県大岡学園高等学校の皆さんはご起立ください。高松宮記念杯優勝盾が男子優勝校に、高松の宮妃記念杯優勝盾が女子優勝校に、公益財団法人日本バスケットボール協会副会長大川雅昭より授与されます。各校代表2名は前にお進みください。男子優勝校2名は前にお進みください。
賞状並びに優勝杯は、公益財団法人全国高等学校体育連盟バスケットボール専門部部長土田忠雄より授与されます。各校代表2名は前にお進みください。男子優勝校2名は前にお進みください。賞状、競技種目バスケットボール男子優勝、福岡第一高等学校、平成28年度全国高等学校総合体育大会において当初の成績を収めたとその栄誉を伝えてこれを称します。平成28年8月5日、平成28年度全国高等学校総合体育大会会長、岡田正さん、代表。賞状、競技種目バスケットボール男子、福岡第一高等学校殿。あなた方は平成28年度全国高等学校総合体育大会において優勝されました。ここにこれを称します。平成28年1月5日、文部科学大臣松野博一。賞状、競技種目バスケットボール女子、桜花学園高等学校。あなた方は平成28年度全国高等学校総合体育大会において優勝されました。ここにこれを称します。平成28年1月5日、文部科学大臣。
男子優勝校2名は前にお進みください。読売新聞社の優勝杯は、読売新聞大阪本社事業部スポーツ事業部長三村隆太郎より授与されます。各校代表1名は前にお進みください。男子優勝校は前にお進みください。NHK たてが NHK 広島放送局副局長半田充より授与されます。各校代表1名は前にお進みください。男子優勝校は前にお進みください。ウィニングボールが広島県高等学校体育連盟バスケットボール専門部部長中野元より授与されます。各校代表1名は前にお進みください。男子優勝校は前にお進みください。
男女優勝校はご着席ください。続きまして準優勝校の表彰を行います。準優勝校の皆さんはご起立ください。各校の代表2名は前にお進みください。公益財団法人全国高等学校体育連盟の賞状が公益財団法人全国高等学校体育連盟バスケットボール専門部部長土田忠夫より授与されます。男子の代表者1名は前にお進みください。公益財団法人日本バスケットボール協会のプレートが公益財団法人日本バスケットボール協会副会長大川雅昭より授与されます。男子の代表者1名は前にお進みください。準優勝校の皆さんはご着席ください。メダル授与、優勝校、準優勝校の皆さんはご起立ください。男子優勝校には広島県高等学校体育連盟バスケットボール専門部部長中戸元井、女子優勝校には一般財団法人広島県バスケットボール協会会長青木信之、男子準優勝校には全国高等学校総合体育大会広島市実行委員会会長尾形寛治、女子準優勝校には一般財団法人広島県バスケットボール協会専務理事玉井直樹よりメダルが授与されます。
さん、ご着席ください。公益財団法人全国高等学校体育連盟バスケットボール専門部部長、土田忠雄がご挨拶を申し上げます。全国高等学校体育連盟バスケットボール専門部を代表いたしまして、一言ご挨拶を申し上げます。平成28年度全国高等学校総合体育大会バスケットボール競技大会並びに第69回全国高等学校バスケットボール選手権大会は、2016情熱疾走中国総体を大会愛称として、美しく避け、君の笑顔と努力の名をスローガンに掲げ、6日間